何出品したんですか。カルティエの時計。カルティエ、うん、あれね、カルティエの日本のパンフレットにないんですよ。だからこれ絶対オーダーだよねって話が待ってて、うん、1500年前かなと思うんですけど、今日ピストルを出しました。あの2役でやったんですけど、ちょっと待って、お願いします。これちょっと今この辺ちょっと撮影してる。ああ、了解です。高そうなとこ、まあまあまあこの辺。何が高いんじゃない。これテレビですか。そうです。あの海運などの鑑定団。おお。何でも鑑定団がどうしてクラブ7にいらっしゃるんですか。今度七重ママにご出演してもらって。すごい。くくりは何ですか。銀座のクラブのママさんの鑑定大会ですね。実はその18年前に俺一回同じ銀座のクラブのママさん大会というのを企画して、はい、七重ママがまだ雇われママの時にちょっとお会いして、30歳ぐらいですね、ママが。そうですね。でその時にはちょっとご出演はかなわなかったんですけど、そこからですね、あの毎年のようにお手紙をいただいてて、案内状をいただいてて、はい、やっぱ一般サラリーマンに行けないじゃないですか。言っても行けないじゃないですか。でも18年こう手紙送ってきてもらってたから、で、あ、ちょっとじゃあ七井ママお願いしようかなっていう。ついでに飲んでたらいいじゃないですか。いい、それは違うんですか。はい。いや、飲めます。まあでも、5万円だけで決めちゃえば。5万円からいけるんですか。席座ったらだけでしょうね、はい、軽く10万、20万いきますもんね。まあその分、飲んじゃえばいっちゃいますよ。どうしようと思ってたんですか。これですか。テレビの撮影なんて初めてなんじゃないですか。これ初めてですか。こんなでかいカメラなんて見たことないです。そうですよ、ね、いつもこのちっちゃいカメラです。ちっちゃいカメラ、スマホとか。よろしくお願いします。じゃあママこの辺くらい、はい、はい、カバンじゃあどかしておいて。あ、そこは見えないです。あ、見えてない、はい、あ、そうですか。はい、はい、カメラをお客さんに撮ってください。あ、わかりました。はい、はい、でちょうどこの辺ぐらいの位置カメラを見えたら、はい、待ってみたいな感じで、うんうんうん、で、はい、しばらくちょっとカメラ見つけてください。はい、わかりました。変な感じですけど。いらっしゃいませ。ちょっとお時間なんかこうしてね。そうですね。はい。わかりました。はい、参りました。はい。3、2、1。失礼します。どうもいらっしゃいませ。はい、笑顔で。1、2、3、4、5。はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。で、あと最初カメラに背中を向けてて、僕がターン2って言いますんで、はい、振り向いて笑顔、振り向いて、はい、ちょっと素敵なお花をそこに持ってきた方が良かったかな。そこの赤とそこにある白い入れ替えるだけだと早いですけど、うん、ね、あ、じゃあそうしましょうか。そうか、はい、その方が白々で入るとは思います。こんな感じになっちゃいます。あ、いいですね。でも合いますね、やっぱり。じゃあ、いきますね。はい。はい。すいません。3、2、1。はい。1、2、3、4、5。はい。いい笑顔。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、次コメントなんですけど、はい、話をする時としてはこの前に、はい、ナレーションで七重ママはソムリエの資格をお持ちで、
はい、店内には高級ワインがずらりみたいな結構プレミアムがついてるものも多いんですけど、例えばこれは何年もののロマネコンティでお店では2500万円の話してますとか、はい、なんかそんな感じでお話いただければ。はい、何秒ぐらいのトークが一番いいですか。正直言うと編集するんで、うん、できたら15秒ぐらい。あ、はい、わかりました。じゃあ行きますね。あのママなんかすごい高そうなワイン並んでますけど。はい、あのここはあのプレミアワインがたくさんあるんですけれども、まあ、ロマネコンティがね一番お高いワインで大体1000万ぐらいなんですけれども、この倍サイズがこれなので1000万だけれども2000万ではなくやっぱり希少価値つくので2500万以下では売りたくないなって感じなんですよ、うん、でさらにこれの倍で、ね、4本分の大きさの79年ものがありますので、多分日本にもこれしかないんじゃないかぐらいな希少価値なので、普通だったら倍で5000万ですけど7、8000万以下で売りたくないですねっていう1億なら考えようかなっていう。はい、OK です。じゃあ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで鑑定団出るかっていう話はさっき石野さんに聞いたんですけど、何出品したんですか。カルティエの時計。カルティエの時計、ママの持ってる中で一番高いものですか。まあこのワインを抜いたら、あれはママのものになるんですか。あれは今どっちになってるかな。私会社で買ってるのと個人で買ってまだ会社の卸してないのと混じってるんですよ、そこ。あ、そうなんですね。いよいよ本番ですね。はい、うん、本番です。何でも鑑定だ。何でも鑑定だ、うん、いくらになると思います、出品したら。あれね、うん、カルティエの日本のパンフレットにないんですよ、うん、あ、そう、もともと、はいはい、だいぶ前のもんだけどその時からないんですよ、はい、だからこれ絶対オーダーだよねって話にはなってて、うん、そう、私カルティエの人と話したの。そうすると定価2、3000はするはずなので、うん、1500にはなるかなと思うんですけど、はい、もしそれが嘘でアフターダイヤだったり、うん、まあ、ルビーもついてるんですけど、うん、それが後から後付けのやつだった場合は、うん、ガクッと価格が全然違うはずです。下手すりゃ2、300。でもカルティエ自体がもしインチキだった場合は、うんうん、あるよね。偽物ってこと。もうそうしたらだってもうなんかせいぜいさ、あ、でもダイヤついてるか、ダイヤ割り偽物のやつとか結構重さあるんで、はい、50万とか100万とかなる可能性もあるのかな。うん、そうなんですね。ガラス玉ってことはないですからね、うん、それはママの楽屋ルーティンとかあるんですか。楽屋ルーティン、普段通りにしてた方が緊張しないので、まあ、食べたり、あるものは結構食べたりとか、はい、あんまり気にしないようにしてます。なるほど。食べたい、まだが空いてしまった。今半素敵ですね。こんなにいい楽屋の弁当ってそうそうない、はい、結果ほら、つまんないのも良くないから、うん、中途半端な控えめな金額は私は書かないので1500万ってやりましたけど、はい、300万ですよ。ギャランティーがない、ギャランティーカードがないから本物の。ギャランティーカードって何ですか。カルティエの証明書。そうそう、証明書、証明書、はい、と箱がないからちょっと家帰って探すけど、うん、でもなんか再発行できるって言ってたので、うん、再発行して、はい、ちゃんとした状態で、うん、売却、嘘売却しませんけど、まあ、ちゃんと一回きちっとしとこうと思います。今日ピストルを出しました。ピストルってすごいですね。本物のピストルですか。本物なんですよ。
なみにおいくらですか？あの200でやってたんですけど500でした。あ、すごいですね。500万すごいな、ピストルって、うん、花山も今出したのが、うん、1500万って出して300万です。負けましたね。負けましたね。勝っちゃう、負けちゃう。田舎は負けてしまいます。